はい、こんばんは。意外にもコメントをくれた方もいらっしゃったので、ちょっとびっくりしました。誰も見てないだろうと思ってたのでね。スケッチブック紹介。今日は、3行だけします。で、ここは僕の家の台所なんですけれども、僕は台所の床で絵を描いてます。3行だけ。直近に描いたのは、僕の、数少ない女友達です。ちょっと、わかりにくいんですけど、結構厚塗りです。僕の奥さんが、これは30歳ぐらいの時でしょうか。あれから約20年経ちました。僕もそれぐらい行ってます。で、この方は、俗に言う、レイヤーさんっていうんですか、コスプレをされてる方で、とても美しいです。僕はこの絵を気に、とても気に入ってます。この絵もとても厚塗りなんです。ずっと、油彩をしてました。油彩を習ってました。先生は油彩の人でした。で、そうですね。ろうそくを描いて、まあ、1万葉を超えてるんですけれども、そこで顔彩に出会って、日本画とか、水彩の良さに、また気づいた、という感じです。簡単な自己紹介も入れてみました。そうですね。もう一枚。僕は男性を描いたらっていう場所なんですけれども。石間寛山先生です。これは、ご本人に持っていきます。ということで、またお会いしましょう。それでは。